こんにちは、ゴッドコウタンです。今回はニャンコ大戦争というね、皆さん知らないと思うんだけれども、このとても面白そうな猫ちゃんがいる、こんなゲームをやっていきたいと思います。そんでもって今日やるね、このニャンコ大戦争のステージというのがですね、こちらニャンコ別棟というステージになっております。このニャンコ別棟というものは、各ニャンコ大戦争にいる敵の属性、その一つの属性の敵しか出てこないという、そういったステージです。例えばニャンコ別棟黒となったら黒い敵しか出ないし、天使って言ったら天使しか出ません。でもって今日やっていくニャンコ別棟のステージが、ニャンコ別棟屍。この屍にはゾンビという属性がついてきます。まあだけれどもね、ゾンビぐらいの敵だったらお宝も全部集まっているし、正直そんなに苦戦するような要素はないんだよね。だからこっちの速攻ステージでいきたいと思う。僕が作った速攻編成だ。で、ゾンビが相手ということもあって、前回の超極猫祭で手に入れた G ポセイドンラグーン、このキャラクターを使っていきたいと思う。このキャラクターはゾンビとメタルな敵の動きを必ず止めて、かつ倒した際に蘇生を防ぐゾンビキラーという特性を持っている。これによってゾンビに対して適性を得ることができたわけだな。では早速プレイしていこうか。ではまず1回用意スタート。ゾンビ属性の敵はですね、紫色の体色が特徴で、一旦地面に潜ったらそっから後ろの方から出てきてお城を殴ってくるというね、めっちゃ厄介な敵なんですよ。かつゾンビキラーという能力がないキャラクターがゾンビさんを倒した場合、また一回蘇生してこっち側にね、攻撃を仕掛けてくるっていう厄介な特性を持っているわけです。いやらしいよね。多分このゾンビっていうキャラクターを考えた人は相当ネクラ、まあそういうの言わないでおこうか。そして2回です。なんだ、ニャンコ別棟ってゾンビ属性以外も出るんじゃないですか。無属性のカバさんが出てきましたね。まあでも普通に、おー、ゾンビのゴリラとそれからゾンビのワニですね。まあだけどねまあここら辺はどうせ早送りでもいいと思うから、僕の素敵な歌声とともに1回から9回あたりまで全てスキップってのもありっちゃありかなとは思ったんだけれども、まあさすがにそれだったらね、皆さんちょっとお耳苦しいところがあるかもしれないので、まあ素直にちゃちゃっと攻略しておきましょう。そして3回ですね。今回おな、無属性しか出てねえじゃねえかよ。なんでボスがゾンビじゃないんだ。まあ普通に3回もクリアと。昨日出した動画のニャンコ別棟イニシエ、古代種が出てくるニャンコ別棟をプレイしたんだけれどもね、あそこのね、ニャンコ別棟のお城の体力は普通に200万とかそのぐらいあったんだよね。だから多分属性ごとの強さが決められているんだと思うわ。古代種はもともとお宝がね、マックスで集めることができないような属性だから、その属性に対応する妨害だとか超ダメージだとかの能力がしっかりと発動しにくいんだよね。本来超ダメージは敵に対して4倍のダメージ与えれるんだけれども、お宝が集まっていない属性に対しては3倍のダメージしか与えることができない。だからお宝が存在しない古代種とか悪魔属性といったキャラクターたちに対してはちょっと戦いにくかったり苦戦を強いられるわけだな。だからどうせ苦戦するんだったら古代種のニャンコ別棟はむっちゃ難しい感じにしよっかっていう運営さんの意思を感じました。そして、現在5回をクリアしている途中なんだけれども、5回をクリアしているのにもかかわらず、なんかあんまり歯応えがないな。ほら、倍率がね、糸こんにゃくみたいなんだよな。歯ん中に入れた瞬間に噛み切らないと飲み込むのはまずいけれども、比較的食べやすいような、そんな感じだな。汁と一緒に食ったらワンチャン飲み込まなくてもそのままご飯食べてるんじゃないかっていうぐらいの柔らかさだ、ゾンビさんな。お、そして若干強そうなやつが出てきましたね。ダックスフンドという無属性の敵です。無属性の敵がこのステージでは一番強いというのはどうなんでしょうかね。まあでも普通に6回もクリア。おい、マジで言ってる？報酬もあんまり上手くないし、ゾンビステージはもしかして外れか？こういう早送りしてる時とかにコメント欄のコメントとかを読み上げるコーナーとか欲しいので、質問とかあったらコメントにやっていいよ。ってことでね、僕が攻略している間に前回の動画のコメント欄にあったコメントの返信コーナーをやっていきましょうか。まず一つ目のコメントですね。2倍と4倍で6倍は草って書いています。これはおそらく前回の動画内でゴッドコウタンがおそらくネコルーザーの攻撃力の計算を間違えていたんでしょうな。
ネコルーザーは鳥獣特攻で、鳥獣に対しては 2.5 倍だか2倍のダメージを与えることができ、さらに古代種に対しても超ダメージを与えることができるので、倍率で言うと 2.5×3 倍になるわけですね。古代種にはお宝が出ないので、超ダメージつっても4倍ではなく3倍のダメージを与えるのでね。なので合計では 2.5×3 で、わかんねえよ。いっぱいなんだよ、とりあえず。細けえな、この野郎。そんなん、考えなくていいの。にゃんこ大戦争はそういう算数の問題じゃなくって、強いキャラを出したら活躍できるゲームなの。次。え、マジで小野田なんでわかったの。やば。どうしよう。絶対明日、学校で言うなよ。やめろよ。小野田。おい、本名やめよ、やめろよ。ということで一旦コメント返信コーナーはこれにて終わりだ。このね、ゾンビのイノシシさんは突破力がゾンビの中では高い方ですけれども、いかんせんね、キャラクターの倍率、強さが足りないです、このステージ。おそらく倍率 100% なのでしょう。あまりにも手応えがない。まるで保育園児とのおままごとのような面白くのなさだ。保育園児って社会の見るときの視野が狭いからさ、家族ごっことかやってもさ、表面上の家族を模倣することしかできないわけじゃないですか。で、もしこれが25歳とかの大人の人がやる家族ごっこだったら、もっとストーリーをドロドロとして、昼ドラみたいな家族ごっこを見せてくれるんじゃないかなって思うんだよね。家族ごっことは言ってもおままごとだからな。そんなことに、お前のおままごとガチ感がねえんだよなーって言われても、はぁーって終わるよな。まあ、それはそうだ。僕も昔ね、おままごとやったよ、保育園の時。ペット役だったわ。ペットの犬役でした、ゴッドコータンは。ちゃんとした、お父さん役とか、お兄さん役とか、そういう重役を任されたことあんまりないですね。まあ、それはそうか。誰も僕みたいな人に、お父さんとかになってほしくはないんだろうね。そして、このアヒル地味に厄介だな。こいつ攻撃力がちょっと高すぎるから、強いね。攻撃力が高いし、むちゃくちゃ出てくるのは非常に厄介だ。じゃあ、ちょっと速攻編成はやめておくか。ちゃんと、あれ？昔は速攻編成で戦っていたのか。じゃあ、昔クリアした方の速攻編成でいこうかな。この昔クリアした方の速攻編成には、こちらのキャラクター、突撃部隊コンボーイズというキャラクターがいましてね。この子は赤いデキメタルゾンビに対して、撃たれ強く、さらに攻撃力ダウンの特性を持っている。さらに、倒れたゾンビに対しても攻撃できる魂攻撃という特性をまで持っているわけだ。むちゃくちゃ強い。おまけに速攻ステージに対しては向いているタイプの攻撃の方法をしてくれるんだよね。デューンってぶつかる感じのやつ。で、ぶつかって、吹っ飛んだらもう一回ぶつかるみたいな、そういう戦い方だよ。みんなにわかりやすく言うと、反撃タイプってやつだな。もう一度やろっか。さっきの反省点は、お城を殴るのが少し早すぎたってところだな。で、今回はその反省点を活かすことなく、普通に殴っていきたいと思う。で、コンボーイズを出そう。見た目はトラックのような見た目ですね。このトラックのような見た目から察するに、おそらくは元ネタはトランスフォームのコンボイってやつだな。で、ペンギンも普通に殴ることができると。こいつ結構火力は出るのかな？どうなんだろう？あ、でもそんな出ないな。ワニさん一撃でほふることはできなかったっていうところから見るにね。でも、普通の人、キャラクターが倒して、屍化状態したゾンビに対しても攻撃できるっていうのは結構いいですね。ゾンビキラーがなくても、ちゃんと安心して処理することができるようになったってことだからね。でもってアヒルさんは攻撃力低下した状態で地面に潜っているのがよくわかります。めちゃくちゃな範囲攻撃してくれるな、コンボイ君。さすがだ、めっちゃすごいな、あんた。この子一応前方範囲攻撃って言って、後ろのキャラクターに対しても攻撃を入れることができるんだけど、もしかして君、ゾンビに対しての適性むっちゃあったりする？そんなことはなかったか。いくら前方範囲攻撃とはいえど、奥に届くタイプの前方範囲攻撃であって、後ろにはダメージが通らないタイプか。ややこしい表記だな。普通に攻略。トレジャーレーダー。まあまあかな。例えるならクリスマスプレゼントを親に頼んだんだけれども、同じような名前の全然違うおもちゃだったような、そんな時のリアクションって感じだな。この戦隊もののおもちゃが欲しいんだって親に頼んだけれども、親がそういうおもちゃに対して疎かったらさ、自分が望んでいたものとは別のものが届いていたりするじゃないですか。親に悪意はないし、誰も悪くないんだけどな。唯一悪いとしたならば、おもちゃ屋さんだな。もっとわかりやすい名前にするべきだ。なんでそんな解像度が高いかって？
僕の小さい頃のお誕生日のエピソードだからだ。まあでもね、そのロボットもちゃんと遊んでいたよ。今思えば小さい頃に買ってあげるおもちゃって大人になっても何の役にも立たないから買うだけ無駄なのかな。僕ちっちゃい頃レゴブロック好きだったけれども、レゴにハマるまでは戦隊もののロボットとかが普通に好きでさ、戦隊もののロボットとかをお母さんとかお父さんに頼んではいたんだけれども、今になったらそのロボットたちを買ったお金の分もったいないような気がしてきたな。そのお金貯めてパソコンでも買っていれば、僕は2016年の時点でマインクラフトに参加することができていたのかもしれない。まあそこら辺は全てパラドックスとかパラレルワールドの世界だからな。今考えたって無駄なことだ。唯一今できることといえば、赤ちゃんが生まれた時にその赤ちゃんに対してその赤ちゃんが後悔しないような育て方をするっていう感じだな。うわ出た、クマだ。クマとゾンビの渦だ。いやらしいね。僕たち今からいやらしいことしますって言ってるようなものだな。マジで気持ちが悪いって吐き気がするね。でコンボイ君とこの博士太郎の攻撃は結構相性がいいんですよ。博士太郎は吹っ飛ばすという妨害を放ちます。コンボイ君は吹っ飛ばされると即反撃します。なので吹っ飛ばすの妨害が発動する限り、この博士太郎はコンボイ君の妨害及び攻撃を受け続けることになるので、履歴行為ってやつだ。相手は僕のことを倒したいのにもかかわらず、僕からしたらそれはただのご褒美にしかならないから、かわいそうに思えてきちゃうよ。相手が無知だからこそこういうことが起きてしまうんだな。自分は味方のためにやっていることも、味方からしてみたらそれはやめてほしいなっていうことだったりするんだよ。そしてゾンビのクマが思ったよりも多いですね。ポセイドンは2体出すことができましたけれども、これは永久停止とかできたりするのかな。まあ、ギリギリできないか。まあ、めちゃでじゃない。クマ、ゾンビのクマ嫌いなんだよな。こいつ攻撃力高いし、ポセイドンやられないで。ポセイドン、ポセイドン、大丈夫、負けないで、もう少し、ゾンビを早く倒して、ゾンビ嫌わないけど、相手に対する殺意はあるわ。さあ、早く倒して、屍でも残らないくらいのチリチリの灰とかせて。なんて言ったかわかんなくなっちゃった。待て、ちょっと攻撃が激しすぎるぞ。早く蹴散らそう。クマってこんなに出ていいもんじゃねえんだわ。このクマって火力だけし、体力だけし、射程も長いからさ、いわばボスラッシュ状態なんだよな。ボスってこんなにたくさん出していいもんじゃないからないって言うけど。やばいやばい、イノシシが地面潜りやがった。やめてね。やめてね、やめてね。はぁ、くったんねえの。そうやってすぐ人に対して意地悪するんだから、徳が積めないですよ。よし、対ゾンビ用のキャラクターを大量に入れた。具体的に説明した方がいいかな。こいつ、猫マスターです。こいつはね、ゾンビに対して撃たれ強く、さらに、量産アタッカーです。量産壁ですね。で、こいつは猫村長です。倒れたゾンビに対して攻撃をすることができ、小波動を放ちます。小波動を積むのは元の攻撃力の5分の1の攻撃力がある、ちょっと相手に対する到達速度が速い波動みたいなやつで、さらにゾンビに対して超ダメージを放ちます。こいつは、なんとかグラビティ。ゾンビに対して滅法強く、動きを止めます。さらに波動も出します。こいつは伝説レアの極秘研究機関パンドラ。ゾンビに対して打たれ強く、ゾンビに対して6倍のダメージ、つまり極ダメージを放ちます。7倍だって忘れた。そして、なんたらかんたらギガパルド。もうこいつは、それだね。ここ最近の動画全部に出てるよ。こいつは文字通り第4形態です。攻撃力を必ず下げて打たれ強い。こいつは G テラアマス、無属性以外の全ての属性に超ダメージ。こいつは、なんたらガルディアン。すべての属性に対して打たれ強く小波動を放ち、ゾンビキラー持ちです。つまり、僕たち全員でゾンビ殺しまーすっていう感じのパーティーですね。まあもうゾンビって死んでるんですけど、笑えよ。おー来た。ゾンビのうんぬんかんぬんがたくさん来ましたね。ではまず、こいつを出そう。こいつはゾンビに対して打たれ強く、さらに極ダメージまで放つので、まさに要塞です。ゾンビさんは泣いて、謝っても、この、なんたらかんたらうんぬんかんぬんは、絶対に攻撃をすることをやめません。まさにいじめってやつだな。例えが悪いな。まさに、やっぱいじめでいいや。僕が最強って言いたかったな。でもって、グラビティが動きを止めます。
滅法強いという特性も持っていますね。滅法強いは具体的に言うと、受けるダメージを半減しつつ、与えるダメージを 1.5 倍ぐらいにします。つまり、クソ強いっていうことね。おぉ、渦が来た。ゾンビ渦嫌いだわ。まあ、これはね、はっきり言って、クソ楽勝だ。やっぱ今やめとこう。クソ楽勝って言ったら負けた時恥ずかしいからな。はっきり言って、このステージはね、漢字ドリルの25問目ぐらいの難易度だ。わかりにくいな。まあ、はっきり言って、このステージはね、英語の中学校2年生くらいの難易度ですね。まあ、一部の人からしたらそれは難しいかもしれないけれども、しっかりノートに黒板の文字書き写していたような人であれば、楽勝に解けるっていう感じの難易度ですね。僕ですか？僕はちゃんと黒板の内容はノートに書き写していました。逆に言うと書き写すだけで全く見返したりしなかったので、ノートに書き写す意味はありませんでした。なんなら勉強内容をノートに書き写す意味とか分かってませんでした。とりあえず書き写すだけの機械みたいになってたからね。だから勉強だって一回もやったことないし、なんなら、まあそうだね、テスト勉強もだいたい40点とか、よくて40点な、悪かったら7点とかだ。まあそんなゴッドコウタンでも YouTube でこうやって自立することができているのは全部くんさんのおかげなんで、皆さんは YouTube チャンネル登録しましょうね、くんさんの。ほら、僕くんさんの方に執着までした。なんていい人なんですよね。なんていい参加生なんですよね。鏡ですよ、皆さん。皆さん毎回僕の動画を見て朝の化粧とかやっといてくださいね。僕鏡なんで。でもってゾンビのクマをゾンビキラーで倒すと。ほらな。対属性に対するキャラクターを使ってしまえば、倒すのも攻略するのもお茶の子さえさえ楽勝なんです。赤ちゃんの手をひねって360度伸ばした後に元の位置に戻すぐらい、それは神業だな。別に大したことないっていう例えに使うべきではないな。じゃああれだな、つけ麺食べるのと同じぐらい楽勝ってことだ。ほら、最上階もクリア。レアチケット、美味しいね。めっちゃうまいわ。味持ちと同じくらいな。ゾンビをやったね。よかったよかった。ってことで、今回はここまでだ。チャンネル登録と高評価よろしくね。みんなもニャンコベッド、ぜひともチャレンジしてみてほしい。ただ、僕からのアドバイスを言うぞ。もしも、そのステージで苦戦したのであれば、そのステージに合ったキャラクターを使うことだ。意地張って同じ編成でクリアしようだとか、意地張って自分の好きなキャラクターだけを使おうとか、そんなことは思わないこと。にゃんこ大戦争は各キャラクターに合った特性を持ったキャラクターというのはいるわけだからね。ならばそれを最大限利用しようじゃないか。ってことでバイバーイ。いい夢見てね。ちなみに僕は深夜3時に撮影してる。